はい、お控えなすって、本日はね、こちら北文化小劇場にて、オリーブさんの25周年記念の歌謡祭で、歌わせていただきます。はい、今日も天気もね、良くて、こちら、小劇場でございますね。ちょっとコーヒー飲みながら、ちょっと今ね、撮らせていただいておりますが、気持ちいいですね。はい、先輩、でもすごいドレス姿ですね、今日は。はい、本日もお会いできてね、嬉しいです。いつもありがとうございます。もう似合ってますよ、もう素晴らしかったです。もうちょっとこれは先輩またよろしく。7月15日に河合企画さんのイベントで僕も出演させていただけることになりまして、主催でございます。はい、河合重俊さんでございます。あの、河合さん、すごい楽しみなイベントで今からワクワクします。もうよろしくお願いします。ゲストの方もすごい素敵な方々ですね。ありがとうございます。もうよくイベントはされるんですか？いや、前そのね、はい、歌手の人を応援する時みんなお世話になってしたんです。あ、後藤さんにしろ、はい、大井大輔さんにしろ、はい、で、こうお店歩きする時に、はい、後藤さんに会ったり、それから大井大輔さんにも会って、はい、で、私の歌を歌ってくれたら、歌手の人をゲストに入れるよって。あ、そうだったんですね。で、いろいろこう行くとこ行くとこ食べてみるお世話になって、はい、で、ね、やっぱりそういう店がだん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 増えてきて、はい、で、今自分でちゃんと歩けるようになってね、はい、大ヒットはまだ難しいからね。はい、あ、そうだったんですね。もうやっぱりそういう、もう以前からのつながりの中で、あ、そんな中で僕も入れてくださってありがとうございます。当日何卒よろしくお願いします。皆さんもぜひよろしくお願いします。Yeah.